はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして7月の旅行を語るので紹介していきたいと思います。ということで今回紹介する車はこちら、最新版トヨタハイラックスでございます。ハイラックスも先日マイナーチェンジが行われまして、エクステリアデザインも性能なども一新されて、より魅力感を増しているピックアップトラックということになっております。見ていきたいと思います。1ページ目に行きますと、ハイラックスの概要が紹介されております。普段使いから仕事、そして休日のレジャーまで、いろんなシーンで大活躍してくれる車ということになっております。次のページではハイラックスのエクステリアデザインのが紹介されております。で、こちら Z グレードということなんですけど、フロント周りこのような感じになっておりまして、かなり迫力が増したデザインになっているなと思います。次のページではリアビュー、このような感じになります。最上級の Z グレードになりますと、リアコンビネーションランプも LED ということで、かなりスタイリッシュなデザインになっているなと思います。最大積載量500キロということで、いろんな荷物を積むことができるようになっております。次のページでは街中での使用シーンなどが紹介されております。5人乗れて荷物も十分積めるということで、いろんなシーンで活躍してくれるモデルということになります。次のページでは積載性能についてが紹介されております。デッキの容量も十分確保されておりますし、専用のアクセサリーもいろいろと用意されておりますので、いろんな方にマッチした使い方ができるようになっております。さらに汚れ物もそのまま積むことができるようになっております。次のページではインテリアが紹介されております。インパネ周りこのような感じになっております。実用性の高さと高級感を両立した上質なデザインになっております。さらにパートタイム四駆が採用されておりまして、このダイヤルでもって状況に応じて自由に駆動を切り替えることができるようになっております。上級仕様ですとフルオートエアコンが採用されておりまして、エアコンの操作部も誰でも扱いやすい構造になっております。次のページでは車内空間が紹介されておりまして、5人がゆったり乗れる空間が確保されております。さらにタフな環境にも合った専用のフロアマットやワイドバイザーなどもしっかり用意されております。さらに後部座席の座面を跳ね上げることもできますので、背の高い荷物などもしっかり積むことができるようになっております。さらにリアシートの先端にはカップホルダー付きのアームレストも採用されております。次のページではメーターも視認性に優れたオプティトロンメーターが採用されておりますし、メーター中央部 4.21 の TFT カラーマルチインフォメーションディスプレイが採用されますので、車両の状況なども細かく把握することができるようになっております。さらにステアリングスイッチが採用されますので、ハンドルから手を離すことなくオーディオとの操作ができるようになっております。上級仕様はオートエアコンが採用されております。さらに運転席、助手席、カップホルダーも採用されますし、アッパーボックスにはエアコンの送風機能も採用されておりますので、保冷庫としても使えるようになっております。さらにアシストグリップも採用されておりますので、車高は高いんですけど乗り降りも楽に行えるようになっております。上級仕様にはスマートキーにも対応しております。次のページからは走行性能についてが紹介されております。次のページではこのハイラックスはセンサー 2.4 リーターのディーゼルターボエンジンが採用されております。アイドリングストップ機能も追加されたということで、燃費も向上しているということになっております。全車4駆にはハートタイム4駆が採用されておりますし、6速オートマが採用されております。で、シーケンシャルシフトマチックも組み合わされるということで、マニュアルモードでも走行できるようになっております。さらにサイズは大きめなんですけど、取り回しもいいということが紹介されております。次のページではアクロス走破性能改善についてが紹介されております。フレームもかなり頑丈な作りとなっておりますし、足回りもしっかりした作りになっております。そして上級仕様にはスタック状態から脱出する動作を容易にするアクティブトラクションコントロールも採用されておりますし、アクロでの急な下り坂を安定して走行することができるダウンヒルアシストコントロールも採用されております。さらにリアのデフロックも採用されておりますし、オート LSD も採用されております。さらに坂道発進補助のヒルスタートアシストも採用されておりますし、ボディ剛性も高められておりますし、静粛性も向上しているということになっております。次のページからは安全サポート機能が紹介されておりまして、上級仕様の Z グレードはサポカーの認証を受けているということになります。昼夜の歩行者、そして昼間の自転車運転者の検知機能を用いたミリ波レーダーと単眼カメラ方式のプリクラッシュセーフティが採用されております。ちなみにテールランプの点灯の仕方、このような感じになっております。さらにはみ出し防止のためのレーンディパーチャーアラートも採用されておりますし、標識も認識してドライバーに注意を促してくれるようにもなっております。そして Z グレードには全車速対応ではないんですけど、ブレーキ専用付きのレーダークルーズコントロールも採用されておりますし、クリアランスソナーも採用されておりますので、駐車も楽に行えるようになっております。
さらに先行車発進告知機能も採用されておりますし、急発進防止のためのドライブスタートコントロールも採用されております。そして指令補助の VSC やトラクションコントロールも採用されております。次のページでは上級仕様にはバイビームの LED ヘッドランプなども採用されておりますので、夜間のドライブも安心して横断するということになっております。さらにバックカメラも採用されておりますし、補助ミラーも採用されております。それに後続の追突防止のための緊急ブレーキシグナルも採用されておりますし、エアバッグも車内全体を包み込むようにレイアウトされるということになっております。ボディフロント部歩行者障害軽減ボディ構造となっておりますし、全席高性能な3点式シートベルトが採用されております。次のページではグレードが上級仕様が Z、 そしてベースモデルが X グレードということになっております。ボディカラーがこちらの5色のラインナップとなっております。インテリアカラーはブラックのみということになっております。次のページではグレードごとの装備の比較が紹介されております。このような感じになっております。次のページでは主要表現表が紹介されております。ハイラックスは1ナンバー登録ということになっております。そして下には T コネクトのナビも紹介されております。環境への取り組みなども紹介されております。そしてサポートウェブプラスのアイテムも一部紹介されております。次のページではトヨタオリジナル、そして GR パーツのパーツ装着モデルが紹介されております。裏表紙このような感じです。はい、ということで今回は最新版トヨタハイラックスについて紹介しました。カタログの内容と話の内容は異なる表現等があったと思いますが、その点はご了承ください。またところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。でこのチャンネルなんですけど、基本不定期で動画の方を投稿していきますので、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いします。あとツイッターの方で動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できればツイッターのフォローもよろしくお願いします。ツイッターのアカウントは説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。